それでは三浦ジョッキーです、2戦目のレースいいレースしましたね。ありがとうございます。はいはい、調教でも乗ってらっしゃった、はい、どんな感触だったんですか。まずはね、新馬いい勝ち方して、その後にこういう重賞のステップレースとしては本当大事なレースで、僕に、任せていただいた、まずはオーナーに感謝したいです。それからはしっかりものにするぞと、この馬と大きいところを目指していくっていう気持ちで、2週間追い切り乗せていただきました。馬の走りっぷりいかがでした。非常にいい背中をしてまして、まだ緩さがあって、頼りない部分はもちろんあるんですけども、スピード乗った時の沈み方、に関してはなかなかこういう馬はいないなっていう感触が受けてたので、すごいレースを楽しみにしてました。直線の後続の追撃もなかなか鋭かったですが、しぶとかったですね。初戦はね、後ろから外回す競馬だったんですけど、馬群の中でいいペースで間割って、本当に次に大きい舞台につながるいいレースができたと思ってます。この出世レースを勝った意味ってのは大きいわけですね。それは間違いないと思ってます。はい、三浦ジョッキー、先週に続いての土曜重賞制覇、はい、ね、土曜日男ですね。はい、こういういい舞台でね、ユーマ任せてもらってるのが一番ですので、僕はしっかりいい仕事ができればと思ってます。はい、これからも人馬ともとも期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。